コーブ橋の交差点を右折します。稲市です。天ヶ崎方面向こう側沿い交差点、警察署のあるところですね。交番があるところですね。ここ曲がって下手した制限だか 3.4 メートルのところ通った先のところの道が、あのね、信号機があったみたいなんですけど、なくなってるということ。あ、ここや。どこにこれ一旦停車あるの？まだもうちょっと先？ここよね、多分。え、ここじゃないんかな？多分、今のとこやと思うんですよ。え？一瞬で終わった。反対からちょっと回ってくるか。再び反対側からやってきております。この向こう側沿いのとこ。新幹線走ってる。すげえ。新幹線が走ってる。ということはもうちょっとやね。ここやな。ここや、ここや。これ下にくぐる側とまっすぐ行って稲市に出る側があって、これ下くぐってみたらちょっとまた違うとこ行けるかもからね。下くぐれるんかな、こっち。宝塚方面。え、これどうやって行ったらいい？ここか。ここや、ここや。あ、右折で入ったで。そのまま。信号機ここ本来あったみたいなんですけど、なくなってますね。ここをちょっと右折しようと してみます。これね。あ、ほんまや、反対側止まれになってるけど。あー、止まれがついてる、そこに。止まれついてますね、ここ。なるほど。これ前信号機やったよね。どんな感じの順番で信号されてたのかわからんけど。オッケー。そういうことか。今ここにね、見えてる信号機あるんですけど、こういう感じのやつが多分ついてたんじゃないのかな。こういう信号機がなくなってきてるんだよね。こうやって本来止まってもね、対向車線こうやって来るの、こうやって。ここを抜けたら本来信号機があったとこがなくなってるという。ここですね。止まれがついてる。止まれって書いてるやつありますね。それで、ここにちゃんと止まれっていうあれもついてます。だからこれ一回止まらんとね、あの右から車が来るかもわからない。右後ろからね。で見てからちゃんと行かんと、これはちょっと危ないっていう感じです。気をつけてください。以上。